皆さんおはようございます。木津川市インターネット放送局のキャスターの森本です。前回の放送から3ヶ月が経ち、すっかり春になりました。全国的にも有名なブランド野菜である京都山城産たけのこの収穫が始まったと聞きましたので、再び山城町神道寺の木村さんの畑に竹林に来ています。冬場に敷き藁や土入れなどをして整備された竹林からどのように美味しいタケノコが収穫されているのかレポートしていきたいと思います。楽しみですね、泉姫。タッキーが迎えに来てくれたよ。早速ですけど行ってみましょうか。おはようございます、木村さん。おはようございます。暖かくなりましたね。暖くなったね。すみません、収穫の取材に伺わせていただきました。あ、前来られて、はい、はいはい、よろしくお願いします、はい、そしたらちょっと早速収穫の様子見させていただきたいなと思うんですけど。手伝ってもらえるの初めてなんですけど、よろしいですか？はい、わかりました。ただ、まあ掘り方教えるわね。はい、はい、お願いいたします。ちょっとこっち来て。あ、はい。ただそれでは、タケノコ探すとか、はい、お願いします。ちょっと待ってね、はい、踏まれるとね、ひび割れが、はい、分からなくなるから。そうなんですね、はい、ちょっと待ってね、はい、あ、ここにあったわ、ちょっと、はい、これがひび割れですわ、はい、こんなちっちゃいひび割れなんですね、うん、まあ掘ってみるとね、中にあるか分からないけど、はい、まあ一応これが目安ですね、はい、掘ってみましょうか。はい。小さいで。小指みたいな。すごい。すごい、でももう掘れたんですね。本当はね、はい、もっと大きな、はい、次に探そうか、はい、ほら、はい、掘り方を教えましょうか。ぜひ。これもね、はい、タケノコがもう少し顔出してますけどね、はい、一回掘ってみますか。いいですか。はい、ちょっと上だって、はい、ちょっと重いけど、はい、トントントンと重い。少し動くでしょ。そうですね、うん、ちょっと、それを、はい、そこを目がけて、はい、力強くボーンと一突きで下ろす、うん、下ろす、はい、いけるかな。はい、もっと、いや、もっと少し、もっと結構大変ですね。もっと、うん、そうし、うん、そうして少しこうね、はい、うん、倒し持って、はい、うん、それ上げていただく、うん、そう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 、上手やん。嬉しい。上手に乗れた。いいタケノコよ、すごい。さっき泉姫、こんなんが掘れましたよ。これ、今掘ったタケノコすごく白くて綺麗なんですけど、このタケノコと全然色が違うんですけれども、うん、これが、まあね、山城さんのタケノコの代表的なタケノコですわ。はい、で、ね、これが黒いになるのはやはりね、はい、ちょっと掘り遅れとか、はい、うん、そうするとお日さんに当たるとね、日光に当たるとこの先が、どないしてもね、はい、青くなってくるんです。でもこっちは出てきてしまいかけてる、もうすでにね、地表から出てる状態がこういうね、はい、青くなるんですよ、はい、緑がかった。でもこっちは中に入れた、中に、土の中にね、はい、いる関係で、はい、まだね、黄色い形ですね。なんかこうやって見比べるとすごくなんか美味しそうに見えます、うん、美味しいですよ。まず食べましょうか。はい、いいですか。はい、やった。どうぞ、タケノコのフルコースを作ってきましたし、ありがとうございます。この前約束したね。やった、すいません、ありがとうございます。まあ、食べてください。いただきます。はい、タケノコのお刺身ですよね。そう、美味しいですよ。あ、本当ですか。うん、タケノコのお刺身食べるの初めて。まあ一回食べてください。はい、タケノコの味がよく、ね、分かる。
どうです？あ、美味しいです。美味しいでしょ、うん、これが山城のタケノコの白子のね、うんうん、タケノコでできるやつですわ、うん、なんかさっぱりしてて香りもいいし、あまりえぐくないし、あの黒っぽいね、タケノコではこれができないんですよ、うんうん、さっき比較してた白い方のタケノコやったら、そう、それもね、はい、大体株の方が柔らかいやつが美味しい、はい、うん、一回こうね、熱を、まあ油を通してね、はい、うん、熱処理して軽くね、はい、うん、すごい柔らかい。それよりもう一つ美味しいのは天ぷら。この間言っていただいてたですね。天ぷらが私大好物、うん、いただいていいですか。どうぞ。あ、美味しいです。ね、我々たくさん掘るでしょ、はい、これね、我々のところのおかずいうのはタケノコのあれが多くて、でたくさんね、調理したやつが次の日まで残るんよ、はい、それを味の染みたやつを天ぷらにしてもらうのもう一つ美味しいです。なんかこれすごい味が旬でて、すごく美味しくて、美味しいでしょ。家でなんかうちの母親とかも天ぷら、たけのこでしてくれるんですけど、うん、もう本当に味付けんとそのまましてるんで、また全然違います。その他、若竹煮や木の芽あえなどたけのこの風味たっぷりの料理を美味しくいただきました。タケノコの料理、どれもとっても美味しかったです。やっぱり新鮮なタケノコやと味も香りも全然違います。ところでタッキー、ああいう新鮮で美味しいタケノコを売ってるところどっか知りませんか？すいません、そしたら早速ですけれども、JA の直売所に行ってみたいと思います。私たちは木村さんの竹やぶを後にし、タケノコの直売所がある JA 京都山城、山城支店に向かいました。ここ JA 京都山城、山城支店では、朝市部会の皆さんによる山城ふれあい市で、朝掘りタケノコなどの直売が行われています。少なかったです。大体こういうタケノコが美味しいと思います。もう先っちょの黄色いやつ、で、まあ、色の白い。で、まあ、かぶたの、ね、ボリュームのある、はい、まあ、タケノコが、まあ、一番味がいいと思います。ちなみにタケノコって取ったらすぐ湯がいてしまった方がいいとかって聞くんですけど、もうそれは一番もう新鮮な時にね、はい、まあ、湯がいてもたのが一番、はい、まあ、いいと思います。そしたらそんな、こういうのって湯がく時に丸々湯がかはるじゃないですか、はい、で家とかってそんなに大きい鍋とかがないので、なんかすごい食べたいんですけど、持って帰って入るかな、湯がけるかなってすごい心配なんですけどね。あ、そうですね、はい、で、まあ、ここもね、はい、まあ、事前に、まあ、入れていただいたら、はい、湯がいてね、はい、毛の方へ入れていただいたら、はい、そういうこと、まあ販売の方も用意します。そうなんですね、はい、すごいそれはありがたいで、結局蝶を送る場合でもね、はい、まあ、そういうタケノコを、はい、ちゃんと事前に言うとこにあったら、はい、ちゃんと用意して、はい、で、まあ、各全国に、まあ、発送するように、はい、まあ、やっております。全国発送もしてくれはるんですね、はい、まあ、それも、はい、でまたこの生も一緒にね、はい、まあ、買っていただいて、ね、送っていただいたら一番いいと思います。湯がいたやつも生のやつも、はい、うちのなんかおばさんとかもタケノコ好きなんで、そしたら一回送ってみたいなと思います。いや、ありがとうございます。続いてタケノコで焼酎を作っているという丸八さんを訪れました。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは、インターネット放送局キャスターの森本と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらでタケノコ焼酎作られてるってお伺いしたんですけれども、はいはい、お話お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、結構です。どうぞ、はい、どうぞ入ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。こちらでタケノコ焼酎作られてるってお伺いしたんですが、はい、焼酎のイメージって私麦とか芋とかのイメージしかないんですけれども、うん、どうしてタケノコで焼酎を作ろうと思われたんですか。うん、まあ、どうしてっていうと話せば長いんですけどね、4,5 年前に山城町商工会の、はい、理事をちょっとさせていただきまして、はい、まあ、ちょっといろいろ考えて町の特産品を何か開発できへんかと、
よく言うオンリーワンっていうんですかね、はい、ただ一つのものを作らないと編み出さないとダメだ。でまあ、山城町といえば木津川市といえばタケノコであったりお茶であったり木津の柿であったりいろいろな名産の農産物があるんですけどね、それで、まあパッと私も酒が好きなんですけどワインが作れないか日本酒が作れないかいろいろ考えて、まあそしたらいろいろ考えたんですけど、まあ、タケノコやとインパクトあるの、はい、でタケノコで、焼酎を作れたらそういう大型店に勝てるんやないか、うん、まあ、そんな安易な始まりですね。ちなみにタケノコ焼酎って、はい、タケノコの味とか香りとかがするのかなと思ってるんですけど、はい、うん、そんなんとかってやっぱりするものですか。うん、ね、私は確実にする、そしてなおかつ美味しいと思うんですけど、はい、実は珍しいっていうだけでお土産で買われたりするんですが、まあタケノコ、そうですね、調理された方が一番わかるみたいで、主婦層であったりおばあちゃんみたいな方であったり、そんな方が結構喜んで、あ、タケノコの味がする、思えるかわからないんですけど、うん、こういうはい、タケノコ の、 はい、焼酎とかって一、はい、回飲んでみたいなと思うんですけども、はい、どこ行ったら購入することとかできるんですか。はい、1回でも100回でも飲んでいただいて、はい、タケノコ焼酎フリークにでもなっていただいたらいうことなんですけど、はい、今酒と魚を作る会っていう会で、はい、木津川市だけに限定するんではなく、はい、一応続き群にもちょっと声をかけさせていただいたんですが、旧総楽郡ですかね、総楽郡の青果町および木津川市、鴨町、木津町、青果町、山城町の、主販店さんで販売しておりますので、できましたら市民の皆様ともども、はい、地元の地域の主販店さんで購入いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。はい、もう木津川市内以外でも売ってるけれども、できれば、はい、はい、せっかく木津川市のお酒なので、はい、わ、はい、かりました。ちょっとじゃあ私も一度いろいろ探してみて、はい、一度ちょっと飲んでみたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんとか、木津川市の特産品、京都府の特産品はタケノコ焼酎、そう呼ばれるように、はい、なれるように頑張りますので、どうぞ支援よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。これからもちょっと地域振興のためにいろいろと、はい、頑張っていただければ嬉しいなと思うので、はい、地域振興、私は頑張れへんかもしれませんけど泉姫とタケノコタッキーに、はい、頑張って応援していただいてますんで、はい、タケノコタッキー、泉姫ともども頑張ってやりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。喋んなんて叩かれた頑張ってる、はい、ありがとうございます。タケノコ焼酎の、販売店はこちらになります。皆さんぜひともご購入をお願いいたします。今回は全国の皆様に京都山城産たけのこの紹介をさせていただきました。たけのこ本来の美味しさを味わっていただくために、 JA 山城山城町支店朝市部会では生のたけのこのみならず茹でたたけのこの全国発送を行っています。丸八石材さんたちのグループ酒と魚を作る会ではタケノコ焼酎も全国発送しています。それぞれのホームページでご確認ください。以上、キャスター森本とタケノコタッキーと、泉姫でお伝えいたしました。